早咲きの桜の名所として知られる伊豆半島南東部の静岡県河津町で、濃いピンクの花を咲かせる河津桜が見頃を迎えています。河津町には天城山地から相模灘に注ぐ河津川が蛇行して流れ、その河口に近いおよそ4キロの川沿いなどにおよそ800本の河津桜が並んでいます。河津桜は例年2月20日頃に満開となりますが、今年は寒い日が続いた影響で開花が大幅に遅れて、ようやく見頃を迎え、多くの人が花見に訪れています。濃いピンクの花が特徴で、菜の花とのコントラストも美しい河津桜は今週末までが見頃だということです。